頼む、リキア。お前の人間性俺は信じてるぞ。俺がリーナを守るから、そのセリフが聞きたかったが。どうだ、助けが車でかかれなきゃ。うん、どこにかかれたら。いや、あそこは、あそこだけいい。僕は、あそこが。はい、はい、はい。誰ですか。おっと、アンノン来た。ゲームは楽しんでくれたかな。僕は君にすごく会いたいんだ。今日会えるんだよね。それじゃあね、やばい、来るぞあいつ。いや、俺は隠れる場所を知っている。ここの、ここが絶対やる。なに、開かない。バカな。メッセージ、アンノンは1分あげる。うん、1分ね、1分で。どうしよう、あいつが来るまで隠れておかなきゃ。ちょっと待って、ここダメなの本当に。ダメなんだ。鍵どっかの地内か。か、なんで、あ、なんかある。包丁、包丁あります。ナイフが、あ、しゃがめないか、しゃがめない。ちょっと待って、包丁絶対使うでしょ。1分、1分。身を守らなきゃ。あー、はい、武器。あ、あったよ、あったよ、ここに。はい。この時間で取れるのね。はい。これ、とりあえず武装した。もうこれで勝てるのでは。あんな軟弱男。これで勝てる気がする。ここに隠れとく。これでいい。いや、これは見つかる。あ、ダメか、もう時間か。あと30秒。なに？いや、ちょっと待って。こっちとか、こっちとか、こっちは、む、あと20、はい、ここは、こことかは、いや、逆にありでは、いっそベランダという、こうしてこうしておけば、部屋の中にいないということは、はい、いや、これで、私はこれでいく、はい、3、2、1、うわ、あ、バッテリーがない、来たな、あいつ、いや、でも今度も後ろから、やるのか。いやでもこれじゃ分からん。しまった。迂闊だったか。でも逆にここ一方しかないから、来れば分かるし、こちら武装している。そういう意味では、勝ち確だと思うんだが。あ、でもここ、そうか。しまった。ここも見られる。まずい。どうなる？バッテリーはないし、もはや自分で戦うしかない。足音はするか。はい、来いよ、来いよ、化け物。貴様、フードなんて捨ててかかってこい。いや、ちなみ、来てる。あーん、武器なんか持っちゃって意味ないんだよ。なんか最初のセリフ飛ばした気がするけど、ゲームじゃないんだから。ダメなの？ダメでした。ん、どこだこれ。あー、なんか、何、お前のものにされるのか私は。リキア、あ、リキア来た、本当に来た。リキア、助けてくれ。あー、逃げた。おい、リキア、追ってった。大丈夫か？なんとかなるのか？あー、リキア。ん？持ってるけど、ナイフ。刃物、お前てか、みんな刃物持つな、この世界の人。刃物こそさ、あ、刃物ジャスティス？あ、リキアが来てくれてよかった。あの後、相談を聞いてくれた警察官が、ストーカー男は捕まったと知らせに来てくれた。あの男は、チラニナのファンのようで、毎日の配信を見るうちに私を身近に感じ、恋人と錯覚していたらしい。うん、パラソーシャルってやつや。そのような直接面識のないメディア上の人のことを、あたかもお互いが親しい仲であると錯覚してしまうことをパラソーシャルと言い、今回の私のような事件が多いみたいで、今後も気をつけるように言われた。私はその後、助けてくれたリキアに恩を感じたこともあり、もう一度付き合うことになった。ああ、結局ね、付き合うことになったんだ。うん、男としても一応見てやろうと。リキア君も報われたというわけだ。が、しかしとかならないよね。あ、これリキア？しかしリキアが真の黒幕とかなんないよね。わ、顔怖。ぼーっとしてるぞ。まあ仕方がないか。あんなことがあった後だもんな。でも今俺がそばにいるじゃん。うん、そうだけど、ずっと一緒にいような。一生一緒に。だからリキアちょっと重いタイプか。それじゃあちょっと、お花摘みに行ってまいります。でも確かにちょっと、男としてはあれか？お花摘みに行って、あんた。ん？あーっと、お前は。アスカ。私が話したことで嫌な思いとか知ったらごめんね。アスカも味方？アスカ。アスカとはこれ、ダメになっちゃうのか？でも、これだけは、ニーナに見てもらわないにとって思って、いいかな？うん、いいよ。うん、まあ、見ろと言うなら見ますよ。はい。なんだ？どうした？それは？よく見えない。ん？
ああ、ぐはー。こう、うわー、マジか。おお、あの男。でも、アスカを信じていたなら、ダメか。ダメだった、あの男。お花摘みに行くクソ男だったか。マジ？マジか？これで、バッドエンドですか？いやー、リトライだ。どっから？リトライって。どこからですか、これ。あそこの、でももうこれアスカを信じるっていう選択肢にはなってないのかな。いやー、じゃあ一緒に撮った写真っていうのは、なんだ、力也があの男と結託して、あの男にわざと話しかけさせて、力也が写真を撮ったということだったのかな。くー、ダメだったか。いやー、ねえ、でも、アスカを信じるべきだったが、いやー、ダメだった。で、ここで、あれでももうこの時点で、ああ、もう、そうか、ここで信じて呼べばいいのか。うん、本当に。でも、アスカだけを呼んでも、まずいのか？はい、ブロック外して、ブロックしてたのを誤り、うん、最近誰を信じていいのか分からなくて、もう本当そうだったよ。結局、力也を信じるという羽目になってしまった。ああ、来てくれない？うん、都合のいいのは済まないが、やばい未来を見てしまったんだ。じゃあ、力也は、でも、あれか。力也は復縁するために本当に全てを利用したっていうことなのかな。ストーカーさえも利用して復縁しようとしていた、そういうことか。さあ、来るか。お、来た、アスカ。ブロックしてたから返信がなかったんだ。全然平気だよ。いい子か、アスカ。もしかして 今日ちょうど仕事が早めに終わって近くにいるからすぐ行くね。はい、よろしく。頼んだ、アスカ。もう私にはアスカしかいないの。結婚しよう、アスカ。もう力也もフード男も信用できないから、警察もね。 警察もあれどうなんだろうな。男どもは全員結託してる可能性すらあるからな、あれ。 でもそれぞれがそれぞれニーナを我が物にしようとして、最終的には誰か裏切るみたいな、そういう感じですかね。ここは大丈夫？暗転。アスカ来る。20分後。そこそこ経ちました。さあどうなる？アスカは本当に来るか？力也や警察やフード男に邪魔されとらんか？これはアトイレか。一応ね、お花を摘んで、お手洗い済まして。さあ、誰が来る？アスカ、頼む。あーし。ん？なんか鼻おかしくない？大丈夫？光の加減か。光の加減で合ってくれ。おいし。アスカ、ナイス。鍵閉めたな。てか、オートロックだもんね。すぐにくれてよかった。大丈夫です。かねえ。またストーカーされた？そうじゃないんだけど、なんか怖くて。うん、いろいろね。あって。でもコンビニからいろいろついてきたしな。警察にはちゃんと言った？一応話したけど、あの警官も若干の怪しさ。ちょっとでも助けになるといいけどね。うん。まあでも逆にね、ここの部屋に呼びまくってカオスな状態にするというのは、うん、ある。ブロックしてごめん。それは本当に気にしてない。今ニーナ不安定だと思うし、それでもこうやって頼ってくれて嬉しい。アスカちゃんいい子だった。ほんと、マジ疑ってすまない。アスカとあの男の写真を見て、うん、そうね、ちょっとそれがあったから惑わされてしまったところはある。あの男との写真？ああ、もしかしてこのアパートの前で変な人に話しかけられたとき。うん、やっぱそうか。そうなんだな。怪しい人だなって思ってたけど、やっぱりあいつがニーナが言ってるストーカーなんだ。怖。なんかあのって声かけられたんだけど、うん、やっぱ写真を撮るためにやったと。話しかけてきた割には何も話さなくてさ、うん。行こうとすると止められるし。それで何ですかって聞いて、ちょっと話すのもあったんだけど、何も言えないから結局もういいかって思ってその場を離れたんだよね。でもまさかそんなところを取られていたとはね。うん、疑ってすまで。いいよいいよ。気にしないで。アスカちゃん、マジ結婚して。そんなの見せられたら誰だって疑心暗鬼になっちゃうって。それで私はどうしたらいい？そばにいるだけでいいのかな？うん、まあね。二人でいれば
連携も取って何かできるかもしれない。配信休んだらって言いたいところだけど、それで何かあったら怖いもんね。そろそろ引っ越しも考えた方がいいかもね。うん、いろいろとアドバイスしてくれる。あー、近いよ、アスカちゃん。アスカちゃんも中身を見れるタイプですか？でもちょっとニーナちゃんの方が背が低いから顔見れないな。あー、座る。配信していいんだね。じゃあアスカちゃんよろしく。テレビを見ててくれ。いや、それはまずいか、配信的に。音がね。では、いるな。これ、アスカちゃんまで裏切られたらもう何も信用できなくなっちゃうから頼むよ。行け、配信スタート。さあ、続きやってきます。どんなゲームかな？さあ、この、おっと、アスカ？うん。大丈夫だよな。配信中に話しかけて悪いけど、ちょっといい？なんだい？冷蔵庫に食べるもの入ってなかったから、うん。そんな、コンビニなんか買ってくる。え、いてほしい。いや、ほんとだよ。大丈夫だよ。コンビニ近いし、すぐだよ、すぐ。でも、ごねれますが、配信中にパッと行ってくるから。じゃあ行ってくるね。わ、行くんか。でも、この配信、あれだからな。なんか、リアルタイムカメラっぽい感じも。いや、戻れないか、これ。コンビニの方に。なんか、入るっていう選択肢。ダメでした。入れない。ダメか。元気くんもこの場所知っている。お前元気くんあれじゃねえだろうな、力也。力也もなあ、ダメだったか。てかダメ、まあダメというかダメなんだけど。ストーカーというよりは、まあストーカーだったわ。ダメだ。うん、全員ストーカーだ。男どもは全員ストーカーだと思う。誰も信用しない。いやー、戻ってきて。ちょっと時間稼ぐか、もうちょっと。アスカちゃんが戻ってくるまで時間を稼ぐ必要があるかもしれない。後ろ向いてあのカメラ映ってたのを目撃するのもなんか必要だったりせえへんか。ここね、まだ来てない。で、ここら辺で、うわ、いったいったいった。いや、捕まえろ捕まえろ。この時点で刺しに行け。ダメか。はい、で、はい、いる。どっか行け、お前。で、これで映らなくなったりしてない？いや、映る。最後これ止まっちゃったか。はい、クリア。気分が悪いのでやめます。みんなごめんね。ここは同じ。さあ、でも、アスカルートだが。はい、これね。今の動画っぽいのが送られてくる。だが、私はお前を見たぞ。お前が私を見ているとき、私もお前を見ているのだ。もう、アスカの力を舐めるなよ。アスカがきっとエヴァに大きいあたりに乗って助けてくれるかもしれない。頼むぞアスカ。まったく、もう生活の全てを取られるというね、こういうの一番恐ろしいですからね。さあ、怖い。そうですね、誰か。さあ、ここでリキアはクソだった。クソというか、もうただので復縁したいマンだったし、で、管理人か、管理人警察ですか。でもアスカもコンビニ行ったし、コンビニ、アスカ、でもアスカしか今信用できるやつがいないからアスカかな。いや、でも男どもは信用できないって言ったけど、管理人女性だったから、ちょっと管理人行ってみるか。管理人 GO。 アスカ外出だし、そう、どっちしろ多分戻ってきてるから今。人数を増やす、味方を増やす。管理人さんは出ないか。あ、どうも、管理人さん。705、7階か。大変なことになってるんです。はい。ニーナ様ですね。はい。その様子では何かあったようですね。はい、ありました。落ち着いてください。近くにいますので。すぐそちらに向かいますね。よし、管理人来た。安心してお待ちください。管理人召喚、どうしよう。はい、助けが車でかかれなきゃ。あれでもこれで。大丈夫か？アスカも来る。アスカも来ますか。はい、アンノン来たな。あ、痛いんだ、ハートマン。ちょっと待って、この武器だけ。武器持っててももうしょうがなかったもんな。1分あげるからね。はい、どうしよう。あいつが来るまで、はい。隠れておく場所ね。ここ閉まってたのやっぱ怪しいよな。うん、だからここに多分隠れなきゃいけない気がするので、何かあそこの鍵を開けるものを見つける必要がありそう。うん、見回らなきゃ。武器ね、これでそう開けれねえのか。よいしょ。はい、はい。開けろ。開かない。嘘。30秒カウントが来ないか。
冷蔵庫になんか入ってない、入ってない、入ってない。あと30秒だな。くそ、何かないか、ないか、ないか。あい、あと20秒、多分あと20秒。くっ、10秒になったらまずいけど、いやーここだと思うんですけど。くそー、ダメか。いや、じゃあもうこれダメだったらダメだから、やばい、こっちにしよう、こっちにします。入ってきた、こっちにします。おとなしく、おとなしく、ちょっと入れない。はい、どうだ、これ来てるよね今。あ、バッテリーがもう見れない。は、なんだ、やった今、開いちゃダメ。くそ、大丈夫か俺、端っこにいる。いやーでも管理人でどうにかなるっけこれ。でもアスカだとやっぱ力負けしそうな気もするしな。リキアは最終的にあのストーカーを裏切ってニーナちゃんを我が物とする。警察もなんかそういう雰囲気ある。ニーナちゃんを我が物としそうな雰囲気。ストーカーは完全に我が物としそうだし、やはり管理人かアスカちゃんだよな。管理人タバコ吸っててなんかこう強そうだったから。管理人が来るまでここに隠れている。全然来ないね。いやこれは逆に、逆に大丈夫。ダメだった。うん、狭い部屋でね、武器なんか持っちゃってダメか。でもでもでもさ、管理人さんはこれどうなる、管理人さんがぶちのめしてくれるか。今度はどうなる。お、来た。いや、もうなんか2人いる。人が増えた。ああ、いやでもリキアもいたな。リキアはでももともと、あーでもリキア来るんだ。管理人も来たけど。人増えたな。リキア来てくれたよ。うん、警察がストーカー、うん、ここは同じかな。はいはいはい、同じで、あーでもリキアとは付き合うことになっちゃった。あれ、じゃあやっぱあれか、なんか途中の分岐、リキアのもうブロックを解除するとかそういうことをしちゃいけない感じか。うん、お花摘みに行ってる変態男、この後来るのは、あ、来たね、アスカ。うん、あーってか同じじゃん。同じでした。エンディング同じになったので、やはりちょっと選択肢を考えないといけないな。いや、この連絡先でね、ひよってはいけなかった。そう、ここはね、最後までアスカちゃんを信じるべきだったんですよ。アスカちゃんならきっとなんとかしてくれる。あ、なんだ、あれ、アスカ、そんな、お前まさか近くに。アスカのスマホの音がベランダから。アスカ、お前嘘だろ。アスカ、アスカ頼むよ、アスカ、そんなバカなことが。アスカ、隣、隣だ、アスカ嘘だろ、お前までそんなことされたら本当に一体誰を信じれば。あ、でもスマホだけだ。アスカのスマホがなんでこんなところに。え、あ、じゃあアスカは大丈夫か、拉致られた。入る、うわ、行きますか、行きます。アスカ、あ、ここは隣の部屋か。うわー汚い。私が見た映像、うん、やはりここで編集とかしていたようだな。怖い、一体誰がこんなひどいことを。うん、隠し撮りされていたやつ。そしてこれが、うわー自分の隠し撮りか。うわー、あらゆる生活が隠し撮りされている、まずい。で、多分これあの隣の部屋だから、あの自分のね、ニーナちゃんの部屋のあの開かなかった扉、あそこ怪しいんですよね。あ、電気ついた。え、風呂、風呂に、あ、
大丈夫か、アスカ、アスカ助けろ、アスカを助けろ。紐切れるか、武器持ってきた方がよかったかも。ああ大丈夫だったか、アスカ。後ろとか言わないよな。隣の部屋、うん、ベランダが開いてて、はあはあ、でもよかった、ニーナが無事で。わあ、アスカちゃん行こうよ、こちらの心配をしてくれる。とりあえず私のことはいいから、今すぐ警察に行って。こんなところにいたら危ない、あいつに捕まる前に早く。え、来るか、あいつ、あのフード男。急いで、来たな、帰ってきた。え、どうすれば。くそ、まずい。いや、たぶん、うわ、しまった、行けなかった、ぐへー、こらやれるろれれれ。お前顔怖いな。まあここはもうあとはアスカを信じて、あと警察を信じて友情エンドしかない。ちょっと待って、部屋を一応いろいろとチェックしておかないと。うん、逃げる時の選択肢がね、ベランダから出るという手もあるか。ここがあれで、ちょっと待って、こっちの部屋じゃなくて、こっちの、そう、自分の部屋のここが開かなかったんだよね。ということは、あ、ここでも閉まってんな。これが邪魔だ。箱が邪魔で入れない。開くけどね、扉は。ここも開かない。いや、何かある。絶対この部屋に何かある。まあ、電気はつけとくけど。まあでも今んとこ逃げる道がこっちしかないから、あ、出れないかな、わかんないけど、試してみるしかない。一旦電気つけて、ここら辺もなんもないもんな。とりあえず一回助けるしかない。さあ今度は逃げれるか。えい、とりあえず話はしてもらって、さあ、あとは警察が信用できるかどうかですね。警察が、あ、ここはいける。よし、開いてる。窓。よし、行った。意外と普通に行けた。窓から出て、下ね、警察の方ね。で、戻って、これ自分の部屋か。自分の部屋に戻ってきたから、そこ、なんかそこに、うわー、大丈夫これ。後ろ取って大丈夫ですか？取ります。嫌がった、あいつ。ちょっと、ニーナちゃん走って、走れないのかな、兄ちゃん。走るっていうことを忘れてしまった。よし、時間稼ぎ。あー、走れるようになった。ここで満を持してシフト走り。ニーナちゃんはようやく走ることを思い出した。連打だー、ボタンを連打しろ。よいしょ、はい。あー、また外が見えた、すごい。こんなに外がくっきり見える。あ、待って、これバグってない？あ、まずい、バグったかもしれない。あ、閉じ込め、あ、待って、抜け出した。急に外に出た。ちょっと待って、あの人無視しちゃったけど、いいんですか。これ実は正規ルート、バグで、あーっと、なんか待ってる、やばいやばいやばい。あ、でもなんかバグでうまく抜けられたんじゃないか。バグこそやはりこの世を救う唯一の希望、バグが全てを解決してくれる。じゃなくて警察は逆だ。バグに浮かれて警察の方向を間違えていた。思わずコンビニ来ちゃった。で、あそこに立っているから、こっから行けなくて、ちょっと待って、バグを使ったから逆に行けなくなった可能性ありますか、これ。あいつに見つかったらまずそうだよな。こっち回って行ける？このマンションの裏側は？行けない。行けないとなると、バグですり抜けたらまずかったか？バグすり抜けは、ご法度ですか？あ、でもこっち、なんか歩いてきてる。やばい。ここを使って、ここを利用して、反対側に出れないか。てか、バグ、いや、ここは、この駐車場回っていける。駐車場かどうか知らないけど。あ、回っていけそう、回っていけそう。よかった。あー、よかったか？いけるか？いけない。畜生。いや、これくらいいけるでしょ。ニーナちゃん、頑張って。ここはあるよ、段差。畜生め。ダメなのか。ニーナちゃんの身体能力では超えられないというのか。あいつどこ行った？ここ今行けるかな？あいつがコンビニの方まで行ってくれれば、ちら、いるね、ずっと。ん？この人大丈夫な人？警察か？首がやばいけど。なんか首が、え、大丈夫あなた。絶対やばい。ちょっと待って、こいつホラーだ。これは完全なホラーだ。
やばい、ストーカーとか言ってればいいじゃない。ちょっとあなた壊れてる、壊れてる、完全にぶち壊れてる。ああ、治った、大丈夫。あれ反応しない。あ、これバグってますね。さてはさては警察までもバグってる。あ、こっちじゃない、あ、こっちじゃないの。あれ警察はこっち。警察いるけど、この人は意志を持たぬ哀れな存在。ああ、首が。じゃああれか、結局コンビニの方を回っていかなきゃいけないの。あの警察は偽物幻影、一体何だったんだ。てか、まあ絶対あれですよエレベーターをね、すり抜けてしまったのが、これマイナスに働いてないから、そろそろプラスだと思ったな、一瞬マイナスに働いてる可能性があります。やばい、これはリトライした方がいいかもやっぱりこっちか。一応渡れるようにはなってるね。コンビニに逃げ込む感じ、コンビニに逃げ込む感じですか。警察ではなく、まあ、その方がいいか。このおじさん助けてくれたしな、力也からも。ああ、ローディング。あれ？夜ご飯買いに来ちゃった。あ、これ時空歪んだ可能性がある。これは時空歪みました、多分。ほら、あの人いるもん。ああ、やり直しだ、これ。多分やり直しなので、ちょっと一回やり直しますね。よし、エレベーターのとこまで戻ってきましたよ。今度は、すり抜けなどしてはならない。この世界のルールに従おう。ルールを無視した者は確実に抹殺される。そういうことだ。あ、お兄さん助けて。あ、じゃない、管理人さんだった。あ、どうも、どうされたんですか。あの、助けて。夜中に女の子一人歩きは良くないですよ。じゃあ管理人さん一緒に行きましょう。部屋に帰りましょう。わあ、戻される。え、無視する、話す、ちょっと話そう、説得しよう。あー、ええなんで説得ダメなの。説得したら殺されたんだから嘘だろ、管理人。あの人も敵なのかよ、そんなもう敵しかいないよこの世界信じられるのはアスカだけ。頼む、アスカ、私を助けて。さて管理さん、目を合わせないようにしよう。あ、よしよしよし、目を合わせなかったらよかった。オッケー、今度は、あ、警察いるけどあそこ大丈夫。あ、あ、走ってきた。ああ、そういう待機状態だったのね。何かあったんですか。はい、ここを通らないとダメだった。でもフラグを無視したので、さっきは哀れな存在となった。あ、なんか聞いてくれるらしいが、逃げる。あ、これは、うん、多分話したら死ぬので逃げよう。待ちなさい、やれです。おお、曲が。警察より本物の警察を求めていけ。後ろが怖そう。あ、引っかかった。ああ、助けて。ああ、殺された今いたのに、警察の人なんてことだ。もう一歩で引っかかったのか、まずかったか。あれ、おばさん捕まっちゃった。どうされたんですか。はい、さっきは見逃してくれたのに。嫌です、無視しましょう。ニーナ様、殺されるか、これ。殺される、やばい殺される、殺される、逃げよう。で、警察も無視でダッシュしてくるけど、さあ今度こそ逃げ切ってみせる。せちがらい世の中を走り切るぜ。よーりゃせちがらい世の中を逃げ切れ。よいしょよいしょ、助けて。ん、どうだ、行った、行きました、ロード入った、助かったが。あ、SNS などで活躍する女性配信者の自宅に見知らぬ男が不法侵入、男女4人。うわ、全員かよ、もう全員うわー、ひでえ4人で共謀して、主犯格で指示役の会社員、主犯格が宮本で、母親、あ、管理人、母親が管理、母親の弟で、いや、家族ぐるみなの、怖っしかも50代60代無職、悪臭凶悪容疑者、悪臭凶悪よく見たら名前が全員やばかった。主犯格の宮本力也容疑者は事件の5日前ほどから元交際相手である被害者に復縁を迫っていたという。いやー、力也の家族かい。力也容疑者は被害者に対してつきまといや盗撮、ストーカー行為のほか、悪臭容疑者に対し被害者宅への侵入を指示した疑いが、他3名には力也容疑者の犯行に手を貸した疑いがそれぞれ。いや、両親も手を貸すとか、もう悪質すぎる。加えて、容疑者には自身を警察官と偽って
被害者と接触していた疑いも。接触してきましたね。これに対し4人は認めるんだね。容疑を認めている模様です。なんでそうまでして、まあリキアはまあわかるけど、他の3人もそうまでしてニーナちゃんに執着したんだ。リキアが相当なんか力を持っていたのか。いやでもこれで解放されたか。よく、おお、アスカ、もう信じられるのはあなただけだよ。でも喋れない。何これ、ベランダに出て開放的なエンドを迎えようってことかい。そういう感じでもない。あれ、アスカと喋る感じではないのか。あー、待って、入れない配信するって感じ。改めてそういう感じでもない。アスカ、アスカ反応、ああこれ、あ、料理を作ってあげようということ。二人で祝勝会、邪悪な存在を。ああ、肉じゃが、肉じゃがが得意料理ですか。家庭的ですね。これでアスカちゃんの胃袋もバッチリ掴むというわけだ。もうね、でもニーナちゃんはこれで男はこりごりになるよってなってそうだしな美味しそう。うん、なんか私がニーナに肉じゃが作ったのが遠い過去のように思えるね。いろいろあったね、あいつら捕まったみたいだね。うん、本当に良かったね。でもまさかみんなグルだったなんて。いや本当だよ犯人が一人というその思い込みにつけ込んだ巧妙な罠だったな。ニーナ辛かったね。うん、いや、アスカちゃん本当に疑ってすまなかった。私がすぐに気づいてあげられたら、こんなことにならなかっただろうに。そんなことないよ。うん。アスカのおかげで、そうだ、本当にね。今こうしていられる。そんな風に言ってくれてありがとう。もう、この家から引っ越しなよ。うん、そうだね。引っ越そう。そして改めて VTuber をやり直そう。同じことを繰り返さないように気をつけなよ。顔バレとかね。そういえば、なんだっけ、アカマントっていうゲームだっけ。あのゲーム難しすぎてクリアできなかったって言ってたじゃん。あの制作者が新しいゲーム出したらしいよ。夜勤事件っていうらしい。あら宣伝しているアカマントみたいな難しいゲームじゃなくて、あんまり死んだりしないみたい。比較的早く終わるし和風ホラーでやりやすいんだって。がっつり宣伝やってみて。こっからでいろいろと夜勤事件だの閉店事件だのやっていきましょうということですね。はいいやーそうか、いやなかなか今回はミステリーというかね、人の怖さを見るタイプのゲームでしたね。いやー完全にやられましたわ、全員ダメだったとは。いや確かに怪しさはね、みんな醸し出していたけどね、本当にグルだ、グルというかグルとは思わなかったな。うん、誰かが絶対怪しいだろうなっていうことを思っててね。他の人たちはまあミスリード狙いのなんかかとね思っていたんですが、全員グル、家族となんか雇われの変態だった、そういう恐るべき作品でしたね。はい、まあね、毎回チラズさんの、ね、作品はなかなかね新しい感じで見せてくるので、楽しめていますよ本当に。そりゃこんなにサポーターも増えるわけですわまあでも今回はね、過去作をちょっとね匂わせるのがいくつもね出てきたりね、まあ、最後露骨に宣伝もしていましたが、うん、途中にね閉店事件で行ったような感じのね場所も出てきたり、なんかね、その出てきたキャラを匂わせるような人もね出てきたりしましたしね、多分亡くなってしまったあの探偵の人の関係者とかね。そういえばジェイムズって結局何だったんだろうまたどっかで会ったりするのかな。どっかで会うでしょうっていうのは、いわゆるプレイヤーに対してのメッセージだったのかもしれませんね。プレイヤーがどっから会えますと、今後もジェイムズは出てくるのかなジェイムズが出てきて、最終的にジェイムズがラスボスとかす、そういうね未来の作品も出てくるのかもしれない、うん、まあでもねこのゲームに限らながら伝えられたことはね
まあ、個人情報の流出には気をつけようということと、行き過ぎたね行動は絶対にやめましょうということですね。はい、ちゃんとねルールを守って楽しく配信楽しく視聴ということで、はい、これで終わりましたかね。ではパラソーシャルでした。ご視聴ありがとうございました。